キラキラと黄色に輝くジャム。日置産のサワーポメロがふんだんに使われたマーマレードです。マーマレードはジャムの中でも柑橘の実や皮を使ったものです。今年イギリスで開催された世界大会で30カ国以上から集まったおよそ3000点の中から金賞に選ばれました。世界が認めるマーマレードは日置市伊集院町の青果店の片隅にある小さな菓子店から生まれました。2018年にオープンしたお菓子モゼ、主に季節の果物を使ったジャムを販売しています。地元のサワーポメロを使ったっていうところで、まあそれだけでも世界の人にこのサワーポメロっていう果物っていうのが広まればいいなぐらいな気持ちだったので、いやまさかそれで金賞を選ばれるなんてっていう感じでした。代表の久保田和代さんが一人で切り盛りをしていて、一日に作れるのは多くても60個程度。大会の審査は出品者の情報を隠し、香りや味などを審査するブラインド方式で行われるため、店の大きさや知名度は関係なく出来栄えだけで評価されました。このサワーポメロをメインに皆さんもう捨てるって言っていらないものが多いので、それを、はい、いただいて使ってます。使っている日置産のサワーポメロは味は良いものの皮に傷などがあり店に並ばないものです。日置市を含む JA さつま日置管内では昨年度出荷されたサワーポメロ40トンのうち2割が規格外でした。28歳まで東京でケーキ職人をしていた久保田さん、食材を最後まで大切にできる方法を模索してきました。ケーキ屋で働いてたんですけど、やっぱりこう売れ残ったやつは普通に捨てちゃうんですね。なんかおかしくないかなっていうのがずっとあって、行き着いたのが、あ、ジャムって加工品ちょっと加工すればこの見た目が悪いものとかも扱えるからすごくいいなと思って。その後フランスで1年間ジャム作りを学び、日置市で店をオープンさせました。マーマレード作りでは身の回りの白い部分や種まで余すことなく使います。捨てちゃう部分なんですけど、そのペクチンっていうのがジャムのこのとろみとかを出すいい役割をしてくれる。捨てるにはすごいもったいないんですよね。サワーポメロの良さを引き立てるため1年ほどかけて試行錯誤しました。普通の柑橘よりも味が淡白っていうか、まあ、ちょっと繊細な部分もあるので、今回その柚子を組み合わせて作りました。アクセントの柚子や砂糖を加えて煮詰めた後は余熱でゆっくりと味をなじませ、2日かけてようやく完成します。いただきます。ぜひどうぞ。うん、果肉感がすごいですね。甘酸っぱさと上品なほろ苦さ、これがまた絶妙ですね。ありがとうございます。マーマレードを通して食材の魅力を伝え、食品ロスを減らすきっかけになればと考えています。身と道の駅とかでちょっと形悪いけど何かちょっと自分で作ってみようかなっていうきっかけになってくれればいいかなっても思ってますし、使い方次第では、はい、食べれる部分もまだあるっていうのを発信できればなと思います。捨てられるはずのサワーポメロが世界が認めるマーマレードに。久保田さんの挑戦は続きます。